武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。今回は成蹊大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、文学部と、法と経済と、E 方式 P 方式の大きく3つに、分かれます。まず文学部、こちらが60分で、言語漢の題目をそれぞれ1題ずつの計3題解く形となっております。で、設問の中には、記述、数十字程度、何題か出ることがあり、で文学史の問題も、まあ、原文や古文それぞれに出題されることがあるという形になっております。で問題に関しては、こちらはまあかなり読解問題、内容を理解する内容一致問題などが多めの、形式となっており、まあ、60分で大問3題、というのはですね、一個一個の文章、そこまで長いわけではないですが、まあ、結構ただ、テンポをよく解いていかないと、まあ、時間が足りなくなる可能性が割と高いかなと。同じようなレベルの大学の中では比較的時間厳しめな、形かなと。まあ、センター解き終わるレベルだったら全然いけるとは思うんですけれども、まあ、それでもちょっと、きつめかなという印象です。で文章の難易度そのものはそこまで、高いものではないので、まあ、日大レベルの参考書と取り終わっていれば十分対応できるでしょう。はい、ただまあ古文漢文などが、追いついているかどうかですね。多学部が基本、古文漢文いらないので成蹊大学に関しては、まあ、なので文学部受ける場合には、ちょっと国語が量多めになるということは、考慮しておいた方がいいでしょう。続いて、法学部や経済学部に関しては、全て現代文で、大問3つ時間が60分となっております。で、語句と漢字が、多めになっており、まあ、知識系統の出題率が高いので、まあ、漢字問題集など確実にやっておく。で語句もわからないものは辞書を引いて調べておく、まあ、あの小説のセンターの小説の最初の問題などですね、で語句を覚えておいたり、漢字の問題集で漢字の意味までセットで覚えるみたいなことをやっておいた方がいいかとは思います。でこちらもレベル的には、日大レベルやっておけば十分でしょう。でまあ、あの知識問題が多い分、文学部と比べると時間的余裕は、もちろん十分あるかとは思いますが、現代文がいっぱい出る分ですね、その現代文の文章のジャンルが複数、出てくることがありますので、まあどんな文章に来ても対応できるように過去問などやり込みしておいて、まあ、慣れておいた方がいいかなと思います。続いて E 方式 P 方式に関しては大問が3つで時間75分なんですが、大問3で文語文、が出ます。で文語文に関しては対策用の参考書は寸大から、出ております。近代文語文問題演習という参考書があるので、まあ、不安な人はこれをやっておいたらいいかなというふうに思います。こちら、文学史、も出るのと、あと語句、もいや漢字なども、出たりはしますので、ここの対策は、しっかりやっておいた方が、いいかなというふうに思います。で、まあ、全体的に文章の量が、長め、多めにはなっておりますので、まあ、その75分という時間が他の学部と比べると若干長くはなっていますので、まあ、ちゃんと読み切れれば時間内には終わりきるかなと思うんですけど、文語文が慣れてないとちょっと時間を食ってしまう可能性が結構高い、形式にはなっておりますので、まあ、まず1回大問1個1個のかかる時間、調べてみて、でかかる時間の中で、まあ、25分あの大問1個あたりの目標時間、超えてしまうようなものがあるようであれば、そこについてはちょっと対策をしておいた方がいいかなという形ですね。まあ、慣れてしまえば文そのものが難しいというわけではないので、こちらはしっかり過去問や、まあ、それぞれ の, もあの参考書にやり込みしておきましょう。レベル的にはこちらも日大で対策できていれば十分かと思います。以上が国語の勉強となります。逆転合格 .com 受験生の皆さんが気になる参考書の使い方やカリキュラム全て公開中です。役立つこと間違いなし、ぜひ皆さん見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでください。